俺だ。山田盛り上げて、山田、山田、山田もっと声出せ。山田そういう声じゃないよ、そういう声じゃないって。なかなかボールに絡めます、はあ、ナイスアウト。山田盛り上げて、山田盛り上げて、山田盛り上げて、盛り上げて。お前全然盛り上がってないじゃないかよ、他と絡めねえな。え、しんどいとか言うなよ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？他は大丈夫ですか？戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、こんにちは、神田です。今日は明日行われる町田戦についてサッカーボードを使いながら町田の対策攻略法についてお伝えしていこうと思います。まあ、早速サッカーボードを使いながら説明していこうと思うんですけども、赤が新潟です。上に向かって攻めます。青が町田です。下に向かって攻めます。新潟は明日町田戦も 4-2-3-1 のシステムを用いてくるんじゃないのかなと神田は予想します。視聴者の方の皆様のご意見の中には 4-3-3 でくるんじゃないんですかって言われる方もいらっしゃったんですけども、まあ、神田はスタート時試合開始の時は新潟は 4-2-3-1 いつも通りなんじゃないのかなと、まあ、試合の展開流れの中で選手がポジションを変えて 4-3-3 っていうシステムを用いてくる可能性があると思いますけども、まあ、スタート時は 4-2-3-1 いつも通りなんじゃないのかなと。そして町田は青、町田は 4-4-2、まあ、ここはずっとね、このシステムを用いていますので、明日も新潟戦も 4-4-2 で来ると思います。おととい、昨日の動画で、まあ、お伝えしていますけども、町田はハイプレス、そして、ボールを、非保持するサッカースタイルなので、新潟戦も前線の2トップ2枚が、新潟のセンターバックもしくはゴールキーパーに対して激しくプレッシングかけに来ることは間違いないと思います。
奈良新潟は町田のその激しいプレッシングをどうかわしていくのかっていうところが明日の最大の重要なポイントになってくるんですけども、まあいろんな動画もしくは解説者の方とかが町田対策、お伝えしてると思うので、もしかすると神田が言ってることと解説者の方、もしくは動画でお伝えしている方々と、まあ、被る部分があると思いますけども、まあ、そこはちょっとね、重複するところあるかもしれませんが、まあ、聞いていただけると嬉しいなと思うんですけども、まあ、その町田のハイプレスをどうかわしていくか、新潟がってなった時に、まあ、神田は前線をまずはビルドアップ、新潟がビルドアップスタートするときに前線がツートップの形になって、左右のサイドハーフが中に絞るってことが大事になってくるのかなと思うんですよね。大事になってくるんじゃないのかなと、そういったポジションを取った方がいいんじゃないのかなと。そしてボランチが、まあ、秋山選手、奥村選手、石山選手、島田選手、誰が明日スタメン出てくるか分かりませんけども、ボランチができる限り縦関係になることが一つポイントになると思います。落ちた1枚のボランチが町田の2トップの背後もしくは間に立つことが大事。そしてサイドバックができる限り高い位置を取る、そこがやはり新潟にしたら町田のハイプレスというか激しいプレッシングをかわす術になってくると思います。なので新潟がビルドアップするときはできる限り、まあ、小島選手がビルドアップに加われるのであれば、小島選手と2センターバック、新潟の2センターバック3枚でビルドアップをスタートしていく。もし小島選手が加われないのであれば、ボランチ1枚が落ちてきて、まあ秋山選手がね、今シーズンはここ落ちてきて、ビルドアップ、手助けというか、サポート役に回って、スタート時はね、こういった形でビルドアップしていることが多いと思うんですけども、まあそういう形を取りつつ、じゃあなぜ神田はこういったね、選手のポジションを考えたかというと、町田は前線の2トップ2枚のプレッシングに連動してサイドハーフがプレッシングかけてくると思うんですよね。なので、新潟がビルドアップ、開始した時に、まあ、3人もしくは4人でビルドアップ回している時に、町田の前線がセンターバックにプレスをかけに来ます。そうなると、じゃあ俺たちも行った方がいいんじゃないのかって言って、町田のサイドハーフがこうね、プレッシングを追随してくると思うんですよね。そうなった時に、まあ一応新潟小島選手を入れたら4枚いるので、まあそういった意味でもボランチを縦関係にさせて1枚落ちてきて、まあサポート役も含めて、まあビルドアップ組み立てた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。で、町田の両サイドハーフが食いついて、もしくは前に出てきたら、こうなった瞬間がチャンスです。こうなった瞬間がチャンス。ここのボランチ1枚に対して、おそらく町田のボランチは、プレッシャーかけれる距離保ちながらポジション取ると思うんですよね。その時にこっちのボランチ、町田のボランチの選手が、新潟の藤原選手がちょっとね、中のポジション取ったら、藤原選手につくべきか、俺ここ行った方がいいのかっていう、多分迷いが生じると思うんですよね。迷いが生じる。そうなった時におそらく中間距離取ると思うんですよね。中間距離、どっちにも行けるようにパスが出た時にね、小島選手とか、センターバックからミドルフィードで藤原選手に出た時に、プレッシングいけるように中間距離を取ると思うんですよ。
そうなった場合に中盤が結構町田がっつり開く瞬間があると思うんですよ。あると思うんですよ。そうなった時にこの立ち位置、そしてこのポジションになった時に、そして町田もサイドハーフが来る、ボランチが迷ってる、後ろから見て分かると思うんですよ。あれ、立ち位置、ポジション、町田の選手、ボランチ中途半端だなって思った瞬間、小島選手が前線めがけてもう蹴る、蹴り込んでいくってことが大事だと思うんですよね。そうなった場合、ただ蹴り込んでも神田さん、町田はチャンミュング選手もしくは庄司選手とかいるから、簡単にロングボール入れても弾き返されるじゃんと。新潟は、レオセアラ選手とか、アンデルソン・ロペス選手とか、鈴木優馬選手みたいに前線でボールを収めるタイプの選手っていないじゃんって思う方いると思うんですけども、いいんです、もういいんです。それでとにかく前線に向かってボールを蹴り込んでいく、思いっきり。そうなるとおそらく弾き返されます。おそらくほぼほぼ弾き返されます。ですけどもここで大事なのが、新潟はこの状態、このポジションになった場合、1,2,3,4,5,6,7人いるんですよ。7人。町田は1,2,3,4,5もしくは6しかいないんですよ。7対5もしくは7対6だったら、絶対に新潟がセカンドボール拾えると思います。セカンドボール。なので、小島選手が蹴ってきて、弾かれる。もうほぼ弾かれると思っていいです。もういいです、ここは。弾かれた瞬間に、新潟が町田の選手よりも誰よりも予測してセカンドボール回収に 150% 命というか、もう全力で回収に、なんて言ったらいいのか、集中して、やる。そうすれば、回収すればここからビルドアップというか、新潟が得意とするつなぎのサッカー、ボール保持の形をしていけばいいので、ここはあえて町田のこのサイドハーフ、両サイドハーフ、そしてボランチの陣形を崩すためのある程度の種まきというか、餌まきというか、食いつかせるためのおとりと言ったらいいんですかね。そういったことなので、こうなると絶対ね、町田は食いついてくる。食いついたら中盤が空洞化する。空洞化した瞬間に小島選手、センターバック、マイケル選手、遠藤選手、早川選手、左、センターバックだったら千葉選手、もしくは、稲村選手とかが見て絶対わかると思うんですよ。あれ、ちょっと中盤空いてる。もしくはポジションが曖昧になってる。町田がってなった瞬間、もう思い切って蹴る。無理して新潟の選手に繋ごうとしなくていいです。繋ごうとすると、ロングボールが中途半端なところで折れて回収されてショートカウンターでなるので、もう思いっきりセンターバックめがけて蹴る。で、弾かれたところを中盤でセカンドボール回収に 150%、150%、力を注ぎ込んで回収する。どこに弾かれるのか、どういったところにポジション取ってたらいいのかっていうところを、常に考えながら、予測しながら、新潟の選手がセカンドボール回収にもう全力を注いでいく。そうなったら町田の2列目以降を突破できる可能性があると思いますので、ビルドアップはあくまでも種まき、そこをうまくロングボール、ロングフィードを使いながら打開していきたいっていうところは一つあります。そして新潟のサイドハーフを中に入れている理由として、中にサイドハーフが入ることによって、多分ね、ボランチが前行けないと思うんですよ。この選手についてた方がいいのか、もしくはサイドバックについて、まあサイドバックが高い位置取ったら、多分サイドバックがこうやって出てきてマークつくと思うんですけども、ついた方がいいのか、もしくはどうなのかっていう、こう中間ポジションを取ると思うんですよ、町田のボランチが。そうなった時に、じゃあ何ができるかっていうと、小島選手からセンターバック、千葉選手、稲村選手、あ、トーマス・デン選手が抜けてましたね、すいません、トーマス・デン選手などにパス出た瞬間に、ここの選手がちょっと顔を出してボール受けたら、レイオフでフリーでもらえるはずなんですよ。フリーでもらえたら、またここ縦パス入れれると思うんですよ。縦パス入れれる。
そうなったらまたね、簡単にって言ったら失礼かもしれませんけども、町田の2列目を突破できる可能性があると思いますので、そこですね。でここ絶対パス引っかからないように無理して出さなくていいんで、無理だったらもうロングボール蹴って走らせていったらいいんで、センターバック食いついてる可能性あるんで、背後、ここの背後狙ってロングボール。だから、そこの見極めですね。うわ、このパス、だから難しいと思うんですよ。このパス通したら、町田の選手に引っかかって奪われるかもしれないっていう、そこの判断ですけども、勇気持って通さないといけないボールもあると思うんですよ。そこの見極めは、試合中で探り探りやっていってもいいと思うんですよ。探り探り。どの辺から、どの辺のパススピード、どういった距離感だったら町田の選手が足出してきたり、スライドしてくるのかっていうところは、しっかりね、上の方です。もっと上の方でやるべきで。この辺でやっちゃうと、ショートカウンターで即失点ってなるので、その辺は探り探りやっていく必要はあると思うんですけども、もう無理だと思ったらリスクを負わずに、試合開始、立ち上がり15分、20分はもう上のボール使いながら、ロングボールのボールを使いながら、前線の選手をもう走らしていく、そういったことで、町田のラインが下がる、そういったことが起こる可能性があると思いますので、サイドハーフが中のポジションを取ることでボランチがもしかすると前に出てこれない、そうなった時に新潟がサイドハーフ、町田のサイドハーフが食いついて、このポジションこういった形になっているんであれば、小島選手からトーマス・デン選手、千葉選手、稲村選手にパス出した時にボランチがちょっと落ちてきて、レイオフの形で前へ向けるので、そうなった時にゴーですよ、ゴー。ドリブルで仕掛けてもいいですし、縦パス入れていってもいいですし、こういった形でね。だってそういったことをしながら、どれだけ新潟は、町田の中盤を空洞化させるか。そういったことを狙いながらやっていくってことがめちゃめちゃ大事になってくると、神田は思うんですよね。まあ、またその辺は今日のね動画でじゃないわ、今日のライブ配信でまあお伝えできたらいいなと思います。まあちょっと今日は FC 東京戦があるのかな、 FC 東京戦見ながら、後半見ながらライブ配信となるので、なかなかそういった余裕はないかもしれませんが、まあその辺も踏まえてちょっとね詳しくお伝えできたらまあいいんじゃないのかなと思います。まあ、そして、明日町田戦の新潟の神田が予想するスタメンのメンバーなんですけども、ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに堀米選手、2センターバックにトーマス・デン選手、マイケル選手、右サイドバックに山口県山口市が誇る大スター藤原選手、2センターバックに島田選手、秋山選手、左サイドハーフに谷口選手、トップ下に長倉選手、右サイドハーフに松田選手、ワントップに小野選手が復帰できるのであれば小野選手がまだコンディション不良であれば鈴木選手と予想をさせていただきます。まあ、もしかすると右サイドハーフは小見選手なのかなと、まあ、松田選手中でプレーするっていうことがあまりないので、小見選手かな、松田選手って力強く言ったんですけど、小見選手もしくは松田選手って形になる可能性があるかなと思います。まあこの5日間で、ちょっと怪我人が復帰されているのかどうか、状況がまあ明日の町田戦のメンバーを見てみないと分かりませんけども、まあ怪我された選手、ご本人がね、もう一番苦しいと思いますので、まあまずはね、無理されずに、今いるメンバーがしっかり強い気持ちを持って、まああんまり根性論とか言うとね、好きではないんですけども、まあやっぱり首位町田に対してどれだけ6戦負けなし、リーグ戦は3連勝してるんですかね。相手は必ず勢いあると思いますので、新潟は2連敗とちょっと苦しい状況でもあると思いますけども、まあ、そこはね、本当に町田のファン、サポーターの方には、めちゃめちゃ言い方失礼な形になると思いますけども、J1
昇格初年度の町田にこのまま首位独走させてたまるもんかと、させねえぞと、させねえぞと、そこは新潟が絶対食い止めるぞと、まあ、強い気持ちを持って、明日の試合に臨んでいきたいと思います。まあ、ですけどもあまりにも気負いしすぎてしまってね、やることを忘れてちぐはぐなサッカー、してもらっても、新潟は困りますので、まずはね平常心で自分たちは何をやるべきなのか、そこは冷静に考えながら目の前の相手をまずはね倒していく、そこに集中して、試合開始、入っていってもらいたいなと思います。まあ、試合開始立ち上がり20分が本当に大事だと思いますので、この20分をまずはゼロで乗り切る、そうなってくると多少ね新潟も落ち着いてくると思いますので、前半20分の立ち上がりをまずはゼロで、そしてまあ前半ね1点奪えたらいいと思うんですけども、まあまずは前半は 0-0 で抑えて、まあ、後半勝負っていう形になっていくんじゃないのかなと思います。まあ、町田に1点もし先制されたとしても慌てることなく絶対大丈夫なので、必ずピッチにいる選手、そしてピッチ外の選手も含めて全員がその時はポジティブな声掛けをして、ミスがあってもしかするとミスでオンゴールとかで失点、変な形で失点っていう形になる可能性もあるかもしれませんが、そこはもう絶対にマイナスな言葉を言わずに、ネガティブな言葉をかけずに、ポジティブな言葉でまずはその状況を、戦況を落ち着かせる、冷静にやっていけば絶対ね、神田は町田に勝てると思いますので、まあ厳しい戦いになると思いますけども、 1-0 もしくは 2-1 とか、まあ1点差のゲームになってくれたらいいんじゃないのかなと。まあ点の取り合いとかだったら面白いんですけどね、まあなかなかそういった試合展開にはならないんじゃないのかなと思いますけども、まあ新潟がねリードしていく展開が理想なんですけども、まあ先制されたとしても焦らず自分たちを信じて、まずは冷静になりながらね、試合を進めていくってことが大事だと思います。まあ、本日もねライブ配信でまたいろいろとお話できたらいいなと思います。まあ、本日も長い動画になりましたが、明日は絶対勝とうぜ新潟、町田のファンサポーターの皆様と、いい試合ができたら嬉しいなと思いますので、どうかね、熱い試合を繰り広げられることを願いながら、そして新潟が勝利することを、勝ち点3を奪えることを祈りながら、この辺で、動画の方を終わっていきたいと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。